私は授き歌わないと余計なこと。ペラペラペララペラ私は噂好き。一休みして落ち着きましょう。クラウドのうち7歳か8歳以来かな。今は調理場らしい。おやおや何か妖怪。いえ、素敵な歌だと思って。あら恥ずかしい。実はね、時々ご飯をあげてる猫ちゃんが行方不明で、心配で心配で歌っちゃうの。ちょっと。ん？クラウド、何でも屋の出番。あら、感情が高まったらつい歌ってしまわない？いいえ、私は。音楽はしないの？子供の頃にピアノをやってました。ママに教えてもらって。あら、いいわね。いつか伴奏してちょうだい。はい、機会があればぜひ。ねえ。ん？その猫は俺たちが探そう。本当かい？助かるよ。私はダイ、ここの料理長よ。猫ちゃんはニブル山のふもとに住んでるみたい。野良なのに真っ白ですらりとした綺麗な子よ。そうだ、お腹を空かせてるだろうからこれを持って行って。猫ちゃんを任せて、私は料理に集中よ。トン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 、猫ちゃんのことお願いで。猫ちゃんを任せて、私は料理に集中よ。トン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 。怖くないですよ。ここは診療所ですが、今は休憩時間です。ご用件は何でございましょう？ここは診療所ですが、今は休憩時間です。料理長のダーエさんなら2階にいますよ。クラウドの人たちの腕には入れ墨でナンバーが彫られてるんです。山で産んだみたいです。おやおや、ご苦労だったね。それでその山での子育ては難しいと思って連れてきてしまったんですけど。ああ、はいはい、心配しないで。これからは私が責任を持って面倒を見るから。猫ちゃんに囲まれ料理するのが夢だったの。うちの子になるなら名前が必要だね。あんたは真っ白で綺麗だから白だ。間違いのないいい名前だろう。子供たちは後で考えよう。いや、その猫の名前は
ノが聞きたいのかい？でもごめんね、私はさっきのが精一杯なんだよ。ティファが弾けばいい。いいわね、私もぜひ聞きたいわ。じゃあちょっとだけ。そうだ、せっかくだから伴奏もつけようか。演奏をたしなむ連中を呼んでくるからちょっと待ってて。どうしよう、クラウド、なんだか大変なことになってる。